今回はその10回目を迎える前に、どうしてもあの年内に、みんなの、前で演奏する姿を、ミュージシャンが演奏する姿を見せたくて、まあ正直本当ならあの被災地とかでやりたかったんですが、まあ、なかなかそういう移動とかのことを考えると難しい面があったのでできなかったんですが、今回はそのバンドリーダーを一人立てまして、でそのバンドリーダーが、ミュージシャンを決めて、こいつに歌ってほしい、こいつに叩いてほしいとか、そういう願いを、多分それはファンの子たちも、同じ人だったらもちろんいいんですが、違ったら違ったらまた意外な組み合わせがあったりして、ドキドキするような展開になると思うので、ぜひぜひ見に来てください。やっぱりそのミュージシャンがミュージシャンを選ぶというところなんで、テクニックはもう当然のこと、あと相性とかもあるんで、あとはあのゼロがあります。ゼロというのは全く一回もやったことないミュージシャンと一緒にやるっていう、そこはもうあの化学反応が大きい、すごい姿勢が、生まれるんじゃないかと思っています。スカー&ボーンズというバンドを、立ち上げました。これはあの PP とは全く異なる、バンドで、当然マグナムとも全然違うバンドで、例えると、ま、今のところカバーをやってるんで例えようがないんですが、いずれ、みんなでオリジナル、作ってやるので、ポップスでもあり、ハードロックでもあり、グランジみたいな感じですかね。一切歌いません。歌いませんというか歌えないです。ベース弾きながら歌うっていうのはちょっと無理なので、コーラスさえもできないという、今ハマりにハマって、音楽の聴き方も全然変わってきたんで、なんか2倍楽しい、音楽人生を、見つけてしまって、毎日練習して指こもり、指紋がなくなりそうです。スカー&ボーンズ出ます。今回はただあの、ドラマがちょっと、違いますが、これも違うっていうところがまた面白くて、うちのメンツ、どうせ名前出そうかな、どうせ名前出ると思うんですが、ベースは、俺です。で、ボーカルがリリースルームの、ケンハンドレッド百太郎で、でギターに、DJ シホという、とても、荒々しいギターを弾くんですが、見た目はすごく、キュートな女の子です。でもう一人ギターが、マックと言いますが、これあと顔見れば あいつかってすぐ分かるんで、マックって声かけてやってください。多分殴られると思います。で、ドラムが、オーラの、コレッツなんで、今回はただコレッツは、自分が、歌うバンドの方に指名したので、スカルのメンツではなく、スカルの方にこれまたすごいドラマーが、来てくれます。アンセム元っていうのかな、元アンセムマッド大内が、来るので、当日はマッドと俺がやるとこれをやるだろうという、見た目もそうだよなんですかね、兄弟みたいなものなので、めちゃめちゃ面白いハードなパーティー、
ロックな、バッドボーイズな感じでやると思うんで、よろしくお願いします。